アイテム番号、SCP-657JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、SCP-657JP の生息地であるサイト、8157は、天然記念物の保護区という名目で財団の管理下に置かれています。SCP-657JP、SCP-657JP、1の脱走を防ぐために、サイト、8157は周囲を地下1メートル、地上3メートルのコンクリート製の壁で覆われ、上部には屋根が張り巡らせてあります。また、サイト内にもともとあった川は埋められ、人工の水場が作られています。SCP-657JP の収容担当スタッフは女性、または生殖機能を喪失した男性スタッフに限定されます。サイト、8157には警備員を常駐させ、付近に観光客が迷い込まないように監視をしてください。観光客が迷い込んでしまった際には立ち入り禁止区域であることを伝え、本来の観光コースまで誘導してください。また付近に迷い込んでしまった観光客に男性が含まれる場合、感染症の検査を名目 SCP-657JP-1 に変化していないかを財団が管理している病院で調べてください。検査の結果、SCP-657JP-1 に変化していた男性がいた場合、同行者全員に記憶処理を行い、カバーストーリー、末期の精巣がん、オルフして入院させた後、精巣摘出手術を行って解放してください。サイト、8157外で SCP-657JP や SCP-657JP-1 に変化した人間以外の生物を発見した場合は速やかに焼却処分を行い、付近を封鎖した後に、職員によって新たな SCP-657JP が発生していないか捜索を行ってください。説明。SCP-657JP は、県、36の森にのみ生息するトビズム科での亜種です。SCP-657JP は生命の危機に瀕した際、アゴシから毒を分泌し、襲いかかります。SCP-657JP の毒に侵された昆虫、植物以外の生物の有は SCP-657JP-1 に指定されます。SCP-657JP-1 の精巣から生成される精子は SCP-657JP の DNA と同一のものになります。SCP-657JP-1 と交配を行ったメスは SCP-657JP-2 に指定され、SCP-657JP-2 から生まれる SCP-657JP は本来、生まれてくるはずの子供と同等のサイズの SCP-657JP になります。SCP-657JP は200年月日に、県、市の産婦人科からの、妊婦が巨大なムカデを産んだ、という同市の警察署への通報が財団の目を引き、付近の職員が調査に向かったところ、看護師の機転により劇薬で死亡した全長1メートルの個体が発見されました。この事件で妊婦と妊婦の夫に身体検査を実施したところ、夫の精子の DNA が変質し、トビズム科でのものと 90% 一致していたため、インタビューを行いました。インタビューの結果、彼は1年ほど前にバードウォッチングで、産地を訪れ、その帰りに麓の森で道に迷った際に、ムカデに足を噛まれたと証言しており、妻との性交渉は後日に行ったと話しています。このインタビューの後、綿密な検査の上で他に異次陽性が見られなかったため、夫婦と産婦人科の職員に対し記憶処理を施した上で、カバーストーリー、流産、末期の精巣がん、オルフ氏。男性の精巣の全摘出手術を行って解放しました。財団は前述のインタビューをもとに、産地の森一帯に、女性のみで編成された機動部隊と、ハチモリハナを派遣し、1年間調査を行ったところ、森を中心に半径、キロメートルの昆虫と植物以外の生物の有の7割が、SCP-657JP-1 へと変化しており、発見された SCP-657JP 数は、引きに上り、そこから予想される総数は少なく見積もって、引きに上ると考えられます。調査後、財団はこの一帯を封鎖し、現在の収容プロトコルを確立、発見された SCP-657JP と SCP-657JP-1 は研究サンプルとして数匹を確保し、残りは焼却処分が行われました。実験記録 657JP-1、日付2000年月20日。対象、SCP-657JP、実施方法。SCP-657JP が生物をどのように SCP-657JP-1 に変化させるのかを確かめる。SCP-657JP というのマウスをプラスチックケースの中に入れて観察を開始。結果、
実験開始から8分後にマウスが SCP-657-JP に捕食目的で襲いかかり、それに応戦する形で SCP-657-JP が顎歯から毒を分泌してマウスの首に毒を注入した。その後 SCP-657-JP はマウスに捕食された。実験後の検査でマウスが SCP-657-JP-1 に変化していることが確認された。分析。SCP-657-JP がマウスに襲われるまで、マウスに興味は示さなかった。SCP-657-JP は生命の危機に瀕した時のみ毒を使うのではないだろうか。実験記録 657JP2 日付2000年月31日。対象 SCP-657JP1 実施方法。一度に複数の子供を産む生物の卵子が全て SCP-657JP に変化するのか確かめる。実験記録 SCP-657JP1 で SCP-657JP1 に変化したマウスを使ってメスのマウスを SCP-657JP2 に変化させる。結果、SCP-657JP2 の5つの受精卵から5匹の SCP-657JP が生まれた。分析。この実験で一度 SCP-657JP1 に変化してしまった生物は二度と子孫を残せなくなることが判明した。実験記録 657JP3 日付2000年月10日。対象 SCP-657JP 実施方法。SCP-657JP の耐久実験。圧迫、熱、冷却、劇薬に対する耐性を確かめる。結果、すべての実験で SCP-657JP は同サイズのトビズムカデ程度の耐久力しか持たないことが確認され、遺伝子情報を除いて体組織、体構造では通常のトビズムカデと何ら変わりないことが判明しました。分析。この実験結果から、もしも SCP-657JP が脱走した場合でも、数匹の脱走であれば、女性職員の力で十分に駆除が可能なことが判明した。また、SCP-657JP の維持要請が生物としての進化の結果である可能性が高まった。実験記録 657JP4 日付2000年月15日。対象。SCP-657JP-1 に変化した U のフナとフナの卵。実施方法。SCP-657JP-1 の精子が体外受精にも効果があるかを確かめる。結果、すべての卵から SCP-657JP が生まれた。分析。卵性や胎性、体外受精によって結果が異なることはないようだ。受精が成功した時点で卵子の中身が SCP-657JP に変わるらしい。実験記録 657JP5 日付2000年月25日。対象 SCP-657JP1 に変化した U のフナと鮭の卵。実施方法 SCP-657JP の維持要請が別種による交配の場合でも発生するかを確かめる。結果、すべての卵から SCP-657JP が生まれた。分析、恐れていた結果が出てしまった。受精する。この結果さえあれば SCP-657JP はどんな種、どんな生き物との交雑でも生まれてくる。SCP-657JP を絶対に水場には近づけるな。水中の生き物が一匹でも SCP-657JP-1 に変化したら、取り返しがつかなくなる。精子が水の流れに乗って、様々な生き物の腹を借りながら、世界中に拡散することになりかねん。そうなってしまったら、おしまいだ。100年もすれば地球は昆虫と植物の星に生まれ変わるだろう。ほい。現在、実験によって判明した SCP-657JP の危険性を考慮して、実験用のサンプルを回収後。サイト、8157内の残りの SCP-657JP と SCP-657JP-1 を焼却処理するべきか担当職員内で審議中です。